情報技術においてインターフェースは情報の授受を行うシステム間のプロトコルまたはその接続を行う部分を言うコンピュータシステムの各部あるいはシステム間の接続や人間と機械の間の入出力部などがあるインターフェースあるいはインターフェースなどと表記することもあるパソコンのバックパネルの例様々なインターフェースを備えている上から順に PS2 DVI RS-232 ディスプレイポート USB RJ-45 フォンコネクタ。コンピュータなどの情報機器ハードウェア間の通信を行う際の入出力ポートのコネクタ形状や信号の送受信の方法などを決めたもの。主に貼られる接続のものとシリアル接続のものに分けられるが、 シリアル接続でもパラレルの制御用信号線や電源供給線が混ぜてあるものがほとんどである。また PC においてはパラレル接続での高速化が頭打ちなことから各インターフェースのシリアル接続方式への移行が進んでいる。Java や C などのプログラミング言語では実装を持たない抽象型としてインターフェースをサポートする。これらの言語において クラスは実装の多重継承をサポートしない代わりに任意の数のインターフェースを実装することができる。コンピュータとユーザーがそれぞれ情報をやり取りする際の方式。詳しくはユーザーインターフェースやヒューマンマシンインターフェースの記事を参照。ユーザーアミインターフェースは通信事業者の通信設備とエンドユーザー側の設備とを接続する点である。ユニと呼ばれ。 公開先修単装置やターミナルアダプタにあたる。ネットワーク同士を接続するものは網網インターフェースと呼ばれる。ありがとうございます。